貸船神社は、大阪府高槻市菓電田軸の大麻田殿の大正寺、小武家八に鎮座する神社である。貸子田軸の元となる貸子、田村の尊名の貸子の字の,の由来にもなった。貸船神社は、高槻市の最北端、北摂山地の山々に抱かれるようにしてある、貸子盆地の最も奥まったところの、大阪府と京都府の不境に位置する明神ヶ岳に、至る、尾根の下の方、 標高約360メートルの場所にある神社であり、現在は伝道地区の鎮守神である。もともとは4世紀頃まで全体が大きな湖であったとされる亀岡盆地の東部の山を切り開きこすよう京都盆地側へ流すことを提案した大国主名と土地の神様であり、なおかつその工事に使用するための船をこしらいと化し、船際神を 歌詞の船が建造されたとされる場所に祭祀するために、上皇元年に誕生された神社であった。田野川の東側にある神宮寺は、この歌詞船神社が誕生されたのと同じ頃に、回帰された寺であり、その名が示す通り、この歌詞船神社と深い関係にある。なお、この神社には、神職が不在であるため、用がある場合は、亀岡市の区は山の神社に連絡を取る必要がある。 この桑山の神社は、菓子船神社で建造された船で前述した、亀岡盆地開拓のために保津川改作を行ったという神様が祀られている。また、この桑山の神社には、菓子船神社という境内者が設けられており、同じ神々が誕生され、祀られている。この神社の歴史は、貞税という一人の僧侶の指導を受けた、丹波国総殿雲殿農省の住民が、上元年に、 神社の社殿造営並びにと、心臓、仏像の混流することを企画して元首になりたいものを公募したことに始まる。同じ年の9月には、計画されていた社殿造営事業が完了し、さらに翌年の女王2年の3月には、心臓と仏像、合わせて5体が出来上がり、そのうち、大明神男心臓と、 女体御前心像の二つの心像と黒から御前という名の女神の本事物である阿弥陀如来の仏像一体の合計三体を貸船神社へ、そして貸船神社に収められた心像二体のそれぞれの本事物である観音菩薩像と大日如来像の二体の仏像を神宮寺へ安置したという。なお、この貸船神社に奉納された黒から御前という女神の本事物である 阿弥陀仏像一体だけは、伝皇省の構成員全員とその親類演者が、費用を接班し合って作ったという記録が残っており、そうなった詳細は不明ではあるが、当時の伝皇省の人々の結束の硬さを示す、資料であるという見方もある。また、神宮寺に安置された仏像の内大日如来像は、現在、高槻市指定有形文化財となっている。1889年、 この神社のある田野村は、近隣の中畑村、出灰村、杉浦村、に両村と合併して、京都府南総伝郡菓子村となった。この菓子田という地名は菓子船神社の菓子という文字と田野村の田という文字を合わせて付けられた名前である。その後、1958年に菓子村は腰府合併を行い、大阪二日月市へ合流していくという過程を追うが、そのまま、 地域の人々が菓船神社と神宮寺の祭礼を守り続けていたおかげで、今もその形は残っているという。ABCDEFGHIJ47、菓子船神社と神宮寺 ABC 菓子船神社、大阪府神社町 a b 日本歴史地名体系大阪府の地名一平凡社、ABCDEFG、京都府南総伝軍師、北区和田軍師、 船井軍史名著出版ウォッチズ国土地理院2013年3月17日、閲覧 AB、丹波の歴史、ハット ABCD、俗、京都の社寺文化丹波、丹後京都府文化財保護基金京都府教育会、南総伝軍部会編、南総伝軍史、京都府教育会南総伝軍部会、対正13、P181 から182。ありがとうございます。